はい、皆様おはようございます。定刻になりましたので令和4年度第1回定例記者会見を始めます。報道機関の皆様、本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます総務課の黒田と申します。よろしくお願いいたします。冒頭ですね、本記者会見は YouTube でのライブ配信を行っております。本会見後に会見の動画を本学公式 YouTube チャンネルで公開しますのでご承知おきください。本日はですね、4つのトピックで会見をさせていただきます。まず1つ目が絵画配色の好みに見られる普遍性、画家が美しいと感じる配色は見る人も美しいと感じるというトピックでございます。2つ目、大学発ベンチャー合同会社オプトテック照明でより明るい世界へというトピックでございます。3つ目、ダイバーシティ推進センターからの活動報告でございます。ダイバーシティ推進センターの設置、女子学生との活動、講演会、研修会のトピックでございます。最後4つ目、人を育て未来を開く2022年度社会人向け実践教育プログラム、産業技術科学分野地域社会基盤分野の講座のトピックでございます。本日の出席者を紹介いたします。学長寺島和彦でございます。理事副学長広報戦略本部長山本慎一でございます。学長特別補佐広報戦略本部長本部副本部長上原秀幸でございます。情報知能工学系教授中内茂樹でございます。合同会社オプトテック藤井、代表社員藤井拓也でございます。ダイバーシティ推進センター長中野博美でございます。社会連携推進センター長加藤茂でございます。それでは資料別紙1の項目、絵画配色の好みに見られる普遍性、画家が美しいと感じる配色は見る人も美しいと感じるについて会見いたします。学長よろしくお願いいたします。どうもおはようございます。それでは説明させていただきます。本学情報知能工学系の研究室がミーニョ大学ポルトガルプラガ、豊橋美術館と協力し、絵画配色の好みに見られる普遍性、生物学的な共通基盤を発見しました。実証実験の詳細については中内教授から説明します。よろしくお願いします。おはようございます。中内でございます。それでは、スライドで説明させていただきたいと思います。ちょっと今日の話題はですね、技科大のいわゆる新しい技術をご提案するというよりはもう少し、皆さんに馴染みが深いといいますか、一般的な視覚とかあるいは美しさに関する、科学的な研究でございます。で、先ほどもご紹介ありましたが、この研究は、ポルトガルにありますセルジオ・ナシメントの、研究チームと一緒に共同研究させていただきました。最後に少しご説明しますが、豊橋市の、美術博物館の所蔵品も使わせていただいてご協力いただいております。で、まずどういうことを、テーマにしているかということですが、英語で言うと Beauty is in the eye of the beholder っていうんですが、いわゆるタデ食う虫も好き好き、ものの、好みというのは、人それぞれであるという、意味で使われるんですが、実は、こうした関心事については結構古くから、扱われてきました。人それぞれであれば人によってバラバラですから、サイエンスの対象にはならないんですが、いや結構そういうのはサイエンスの対象になりますよと言ったのが、ドイツの、科学者フェヒナー、もう今から、170、180年前ですねの研究者で、有名な黄金比を発見した人です。
この人の実験極めて、シンプルで、縦横比がいろいろ違う仕掛けを見せて、どの比率が好きですかっていうのを聞くという、まあ、単純にそういうことなんですが、このスライドのグラフにありますように縦軸が好きと答えた、まあ、人数の比率ですけれども、なんか特定の比率を好む人がなぜか多いと。なので縦食う虫も好き好きな面もあるけれども、結構みんな同じような比率が好きなんだということを、まあ、最初に発見した人です。で、今や黄金比という名前で呼ばれていて、もしかしたらご承知かもしれませんが、例えばトヨタのあのロゴですね、あの比率黄金比だったり、いろんなところに黄金比が使われているっていうのが、まあ、あります。なので、これが美しいというのは結構人によって共通の面があるんじゃないかといって、まあ、その後もちろんいろんな議論がありました。ただ最近の話題で言いますと SNS ですね、写真を上げて映えるという写真を上げていいねというのがつくと喜ぶという、まあ、風潮あります。で、すごく綺麗なだなと思うのは、最初にいたタテクウムシも好き好きであればバラバラになるはずなんですが、特定のパターンだとなぜかいいねとする人が多いと、まあ、バズるって言ったりします。で、どういうパターンでバズるかっていうのはなんとなく、まあ、いわゆる、いろんなメディアの方などももちろんいい写真を撮ろうと思って、目を引くものを作ろうと思って広告会社の人も当然そういうのをやるんですが、別に科学的な根拠に基づいて云々というよりはなんとなくの経験でやられています。で、なんとなく経験、なんとなくの経験で、まあ、説明することはできるんですが、ということはやっぱり最初のフェヒナーみたいな黄金比のように、いや、なんとなくやっぱりみんな好きなパターンがあるんじゃないかと、それ科学的に実証できるんだろうかというのは、いろんな国で昔からやられてきているということです。で、私が、関心を持ったのは色です。で、色は、いろんなものを決める、服を決める、車を決める、インテリア を決める、買うとき、まあ、色というのはその好みを左右するすごく大きな要因の一つです。で、色の好みの研究も実は結構昔からやられてきたんですが、その色の好みに関する科学的理解って実のところ本当にあんまり得られてなかったんですね。で、昔の論文とか見るともうカオスだと、いろんな人がいろんなこと言ってて、さっぱり統一見解が得られてないとずっと言われてきたんですが、まあ、これにチャレンジしたいというふうに思ってポルトガルの研究者とやりました。その色の好みについても特に、まあ、非常に重要だろうと思われる、まあ、絵画ですね、絵画の配色について、チャレンジしようということで始めました。ずいぶん前からなんですが、ただもちろんいろんな方が、思われるように、いや、絵画はそもそも画家の個性の表出であって、そのなんか狙ってると、SNS の映える絵を作ろうなんていうのは基本的に商業的な意図がない限りですね、まあ、あるはずもなく、文化的な背景も違うし経験も違う、ジャンルも違うしスタイルも違うので、バラバラで、まあ、そりゃなかなかないんじゃないかという、まあ、声が大きかったわけですね、我々研究スタートするときにも、まあ、だからこそやろうというのが我々のモチベーションです。で、このお見せしている絵の左上が、これ実は豊橋出身の画家の中村正義先生の作品で、豊橋美術博物館に収蔵されているものです。これは今の著作権をお持ちの方に、許可もいただいて、使っていいというふうにいただいております。他の絵は全部これ、いわゆるパブリックドメインといって、もう画家の方が亡くなられて、100年以上経ってて著作権フリーですので自由に使えます。で、問題意識です。もう一度繰り返しになるかもしれませんが、この配色の好みですね、配色の好みがいわゆるタテクウムシも好き好きで個人的な要因で決まる、まあ、そうみんな思ってるわけですが、いやいや、そうでもなくて、案外黄金比のような何か特定のパターンでが好きというような事実があるかどうか、これがまず1点目の問題。それから文化的背景というのはもちろんあるので、我々全体は調べられませんでしたが、アジア人である日本人 と、西洋人であるポルトガル人で違いがあるか、好みにですね。
でもう一つは専門的経験の違い、例えば画家さんとか全くの素人で、その配色の、まあ、好みですね、美的判断というかにはどれぐらい影響を与えるのかという、まあ、そういう問題意識でやりました。で、実験手法が極めて簡単なんですが、これ結構、うまくできていて、この左側のような抽象画ですね、抽象画をこれ絵がないのでスライド見ていただくといいんですが、その色合いを色相を回転するということをします。そうすると平均的な色は全く一緒で、この左の絵を見ていただくと分かるんですが、どこが緑でどこが赤でというような相対的な関係も全く一緒で、明るさも変えずにぐる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 色相を回転すると、まあいろんな配色パターンが出てきます。でそのうち1個が本当に画家が描いた、まあ、配色パターンで、そこからずらすことができます。で平均的な色一緒、ただどこが赤っぽくてどこが緑っぽくて、黄色、赤が黄色っぽいのか、まあ、その辺が変わるということをすると。でこの中で好きな配色を見つけると、まあ、そういう実験手法を使います。まあ、これが、まあ、ミソです。こういうやり方をする。なので図の構成は変えないということです。ただ配色が変わる。これ多分後でまた説明します。でいろんな実験のやり方あるんですが、我々やったのは、4つ作るというか、本物1つとその色相を3パターン変えたものを加えた合計4種類で、先ほど中村先生の絵だとこの4パターンが出てくるわけですね。で下だとこれはポルトガルの、まあ、抽象画家の配色4パターンです。これ平均すると色全く一緒です。明るさのパターンも全く一緒です。それから色と色の関係、相対的な関係も全く一緒です。だから赤色が好きとか青色が好きとか、そういうことがポイントになってるわけじゃなくて、あの配色、赤と緑がある中に黄色があるとか、まあ、その配色の関係をいじってるということですね。でこの実験は、極めて簡単で、この4パターンの絵を見せて、どれが一番好きですかと、あまり深く考えずに好きな配色を選んでくださいねというのを聞くというやり方です。で参加したのは、90名の日本人と、まあ、45名のポルトガル人が参加したと。で絵の中には日本画も入れてて、それから西洋画も入れてるというようなことをやってます。例えばですが、こういうパターンです。でどれでも、まあ、成立するわけです。抽象画であれば。どれが好きですか？あんまり答えない方がいいと思うんですが、なんとなく心の中で思っておいてほしいんです。あるいはこういう配色を見せる。で、どれも破綻してるとかそういうことはないと思いますが、なんとなくまあ、これだけお答えしとくと、これどれか分かります。で、これ左下が画家が描いたやつです。そういうことをやる。で外れた人もいるかもしれないですが、でそういうことをやって、先ほど言った合計130人近くの実験者で、どの4パターンのうちどれを選んだかという比率を縦軸に書いて、日本人とポルトガル人で分けてありますが、これを見ていただくと、もしデタラメにバラバラに選んだとすると4通りあるので 25% ずつになるはずなんですが、一番左の原画というのを、まあ、この場合 60% 以上の人が選んでるということです。これはまあ統計的にもデタラメではないという結果が出ていると。それからポルトガル人、日本人で差はないということが起きます。鮮やかさももう一度言うと、鮮やかさ、どの、配色の鮮やかさが一番高いというようなことはないです。それはぐるぐる回すだけですから、鮮やかな色が赤なのか緑なのか黄色なのかっていうのは変わってくるかもしれないけれども、それが変わると。他は一緒です。でもちろん抽象画だけじゃなくて、人の顔が映ってたり、空が映ってたりすると、顔が緑になったらおかしいとか、空が黄色になったらおかしいとか、そういうのは記憶色が手がかりになって、不自然なものは外すっていうことは、まあ、当然考えられるわけですから、我々が次条件としてやったのは、1枚の絵を切り刻んでシャッフルする。そうするとどこに何が写ってるか分かりにくくなるようにするというのが1個目。もう一つ下側が、これがなかなか
コミュニティやり方なんですが、複数の画像を切り刻んで他のいろんな違う絵からパーツを取ってきて作るってことをやる。そんなことするとむちゃくちゃになるんじゃないかと思うかもしれないですが、まあ、そういうことをやる。パッチワークですね。それで同じ実験をやります。そうすると結論から言うと、スクランブルにしても、これも右側の絵を見ていただくと分かるんですけど、なんとなく違った感じはすると思いますけど、この場合も原画をスクランブルにしたものを日本人もポルトガル人も選んでるというのがまず一つ目の結果です。なので特定の、まあ、オブジェクト物体はこういう色でなければならないみたいな手がかりじゃなくて、全体のなんか色のバランスに好き嫌いがあるということを言ってると。で次は我々ちょっとびっくりしたんですが、これもあの右の4パターン見ていただくと分かるんですが、違いは分かると思います。でこの場合も原画を切り刻んでパッチワークにしたものを最も好むということが日本人とか、ポルトガル人によらず、まあ、分かったということですね。これも統計的にもかなりはっきりした違いが出ているということが分かりました。でこれから言えるのは、絵が違って見た目全然違うんですが、一つの仮説としては絵としては全然違うように見えるんだけれども、共通の特徴を持っていて、絵は絵画というのは共通の特徴を持ったものからサンプリングして全然違うパッチワークを作っても、それは共通の特徴をまだ維持してるからということが、まあ、仮説としては得られると、次の実験に向かってということですね。でまとめると、もう一度同じことを言いますが、別の画家が描いた絵画、スタイルも全然違う、年代も違う、でも配色に関するですよ、配色に関して何らかの共通した特徴が存在しているだろうと、まあ、我々考えています。実はこの後の実は研究がまだ進んでいて、また機会があれば発表させていただきたいと思いますが、確かにあると、見かけ全然違うのに絵画であればこういうパターンがあるっていうのが実は存在しそうな感じです。でその特徴が画家、共通して人々を魅了する源泉になっているだろうと。なので絵画配色においてその共通な特徴というのは、まあ、普遍性を言っていると、まあ、ジャンルとか日本画だとか、西洋画とかそういうことによらずに文化の違いを超えるものがやっぱり存在するんだ。それは描いてる画家が意識してるかしてないか分かんないです。おそらく全くしてないと思います。ただ画家は自分がいいと思って描くわけですから、いいと思ったの絵を配色をすると結局そういう特徴を持ってしまう、結果としてじゃないかというふうに我々考えています。それから下ですが、まあ、これ我々にとってすごく嬉しくて、それ美術教育とか、まあ、文化の違いに実はよらなくて、実験に参加した日本人は技科大生がほとんどですから、まあ、美術の教育とか何も受けてない。で関心があるないもあんまり関係ない。だけれども配色の魅力に対する基準は実は画家と同じじゃないかと、いいと思うものは結構みんな共通してるんじゃないかということです。でそこから言えるのは、意識するしないにかかわらず、まあ、ここでは美しさと言いましたが、まあ、美しさを感じる生物学的な仕組みがみんな生まれながらかちょっと分かんないですが、まあ、持っているんじゃないかと。つまり配色に好みに見られる普遍性、個人の思考もちろんあります、個人の思考はあるんだけれども、ベースとしてこういうものが美しい、いいなと思えるものは結構共通してるんじゃないかというのがこの研究で分かるということです。これが本誌ですが、ちょっとだけ私の趣味みたいなのも入るんですが、ちょっとお話ししたいこと最後にしたいんですが、これ小林秀夫が大麻という能のお話で書いてあります。でも有名な文章で、美しい花がある、花の美しさというものはない。でこれはまあお読みになられた方もいると思いますし、大学受験の文章に出てきて難解で有名です。で私もこれ見たときかっこいい文章だけど何言ってるのかさっぱり分かんなかったんですが、今回結構研究やってて、ああまあこういうことかなっていうのを思うようになったっていうのを次にお話したいと思います。
で、これは私がつい日曜日に行ってきたんですが、稲谷に、まあ、あの高遠の桜有名です。中日新聞さんのヘリが飛んでましたけど、私が行った時に、あそこに人が山のように行くんですが、実はあんなとこ行かなくても稲谷に一本桜がすっごい綺麗なのがいっぱいあります。で、それを見た時に、ああ綺麗だなと思ったんですが、これは美しい桜は確かにそこにあるんですが、言いたいのは結局桜が美しさみたいなのを持っていて、それを我々が吸収するんじゃなくて、美しいなと思う私がそこにいるだけだ。もうちょっと言い方を変えると、我々は嬉しいと思ったり悲しいと思ったりします。それは感情というものですが、それと全く一緒で、美しいと感じるっていう機能がの人間には備わってるんじゃない。ところが、日本の教育は特にそうなんですが、これが美しいですよ、あれが美しいですよっていうのは教育しようとする。それはおそらく多分間違っていて、これが悲しいですよ、これが嬉しいですよと教育しないですよね。自然とそういうものを、まあ、感じるはずなんですが、なぜかこの時代の画家はこれこれで、作品はこれこれです。あるいは我々がこの前シャネルのなんかジュエリーの展示会やってましたけど、そうすると美しさを知識で理解しようとする。シャネルか、綺麗だな。実はそうじゃなくて、本当はそれがどういう素材であろうが綺麗かどうかは本当は人間を感じてるんだけれども、知識がそういうものを覆い隠すような教育にならなきゃいいなと、みんなもともと持ってるんですよっていうのがこの研究のメッセージです。最後謝辞でこういう、補助金をいただいたのと、まあ、少しだけお見せしますが、豊橋市美術館に本当にいい絵がたくさんあって、計測させていただきました。あの東山海井先生 の、 あの絵なんかも我々使わせていただいたり、中村正義先生の写真、絵画は実際計測させていただいて、実験に使わせていただきました。ここに御礼申し上げます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それではあの本件についてですね、質問ある方は挙手にて所属とお名前をおっしゃってからですね、質問等をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、東日新聞です。石川です。2つあるんですけども、この今回の実験の結果、その配色の選考に普遍性があるというのは、まあ、仮説としてあるんだけど、もう一歩踏み込むと、その黄金比でいうところの、ね、76体ぐらいまでこう、そこまで単純なものではなくて、かなりこう配色なので、無限にこうパターンがあって、じゃあ一体何があるんだっていうのが、まあ、多分その先にあると思うんですけど、ここから先その研究を進めるとしたら、その多分そこが多分知りたいと思うんですよね、皆さん。一体じゃあみんなが好きな配色ってこういうパターンだっていうのがね、それを多分研究されるかと思うんですけど、なんか今後の展開とかって考えてはありますか。まさしくおっしゃる通りで、我々この実験をやったときに、ああ必ずそういうものが存在するはずだ、だからそれは何だろうと、まあ、我々も思いました。で、実はその研究成果は今出ていて、ただ今学術論文で、リビューっていうか査読の段階なんですが、まあ、簡単に言いますとですね、ものが書いてあるので、どういうものかというのとは関係なくて、統計量というんですが、統計量ですね。統計量で有名なのは平均とかばらつきとか、あとその分布の偏りとか、そういう数学的な統計量に落とすことができます。 N1 枚ずつで、その、統計量とこれが何パーセントぐらいの人に好まれるかという、まあ、人間の反応との間にはすごい深い関係があるというところまでは今日お話しできると思います。つまり、まあ、平均じゃないんですが、こういうような色の配色の統計的なパターンがあると多くの人が好むという関係があるというのは我々突き止めています。そう、例えば先ほど平均の色を出したの中でいろいろなパターンあるけど、うん、この平均色が一番好まれるとか、まあそうですね、偏りを統計で出すと、そうです、ある一定のところだけ偏って好まれるっていう、でこの時には平均は一緒にしてあるので、平均ではない色で、平均だと分かりやすいんですけど、青っぽい絵とか黄色っぽい絵とかっていうんじゃない、もうちょっと複雑な統計量なんですが、それで
大部分は説明できるかなと。そんなことを我々意識してなかったんですが、そういうふうに思ってます。これは今その査読中、あ、そうですね、論文審査中です。審査中、はい、でこれは近々発表される、どうか。もう、論文に採択されたらまた発表させていただきます。わかります。あとそのちょっと実験の内容なんですけど、うん、一番こう最初にされているその、まあ、豊橋の美白等の作品を使ったというので、はい、実際には何作品使った20枚このペーパー そうですね、20枚の絵を使うんですが、20回答えるんですね。4つのパターンを20回やるんですが、1人当たり1枚の絵に関して4パターンある。4パターンあるのと、まあ、もう一つはあのシャッフルしたりするのがあるので、一番単純なそのあ絵の形をしているやつは20枚です。20枚かけるじゃあ4パターンってことですか。そうですね。ただしあのシャッフルするときの他の絵も混ぜてっていうのを その時の他の絵っていうのはさらにもう20枚追加してたりするんですが、この絵の形をしたのは20パターンです。一番そのシンプルなやつは20枚ね、こう書いて日本が10枚、そうです、西洋が10枚、そうですね。で、その中で先ほどその抽象画でない絵も含まれてる。あ、抽象画でない絵も含まれていて、抽象画でない場合はその先ほど その不自然な配色っていうのが多分存在しちゃってて、そうですね。その場合だとそれが多分その選考として低くなるような可能性も出るんですけど、例えばこの中村雅之さんの絵っていうのは抽象画と言えるかどうかっていう感じもするんですけども、だからこれ例えば葉っぱの色が緑でないとなんかちょっと嫌だなっていう感じでやっぱり原画が選ばれるような気もするんですけど、はいはいはい、そういうことは。でそれはもちろん分析していて、ね、すごくはっきりした人の、まあ、例えば肖像画みたいなやつだと、もうかなり高い割合で原画がいいというので、まあ、それは予想通りですね。ただし抽象画だけ集めてどれぐらいのパーセントでやられたかっていうのももちろん比較してるんですが、それでも、肖像画ほどじゃないけれどもかなり高い比率でオリジナルが選ばれています。ここにそのグラフが書いてありますよね。 これは全部混ぜこぜですね。あ、じゃあその20枚の、はい、そうです、全部統計。そうです、そうです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、他の皆さんいかがでしょうか。はい、じゃあ、はい、中日新聞の牧原と申します。お世話になります。最初にこの SNS におけるいいねっていう、うん、写真でご説明があったかと思うんですけど、これ絵画だけの話なのか、まあ、写真になってくるとさっき言ったようなその元々の物体の色があってそこと結びつくのでまたちょっと話が変わってくるのか、なんかその絵画だけではない分野での可能性みたいなとかってどういうふうに考えてますか。ですね、絵画でない分野もスコープに入ってくると思いますが、おっしゃられたように写真だと現物を写すのでありえない色にはならないですね。ただ絵画の方がむしろ自由度が高いの で自由度が高い中でもこういう共通性があればそれは写真にも適用できるだろうというふうに思っています。で世界中でも割と写真の場合はなかなか構図の問題だったり桜っていうものが写す気とか、まあ、そういういろんなファクターがいっぱい入ってくるのでそう簡単じゃないですが、配色に関してはかなり近いことが言えるんじゃないかなというふうに思ったりしてます。つまり、何が写ってるか分かんないものは写真で撮れないですか、めったに。綺麗だなと思う配色にこういう共通の特徴というのは絵画でも写真でも一緒じゃないかなというふうに、まあ、思っているところです。ありがとうございます。で先ほど その今後の展開みたいなところの可能性おっしゃられてたと思うんですけど、例えばそのこういうパターンがあるっていうのが見つかったときに、じゃあそれが分かったらこういうふうに使えるんじゃないかみたいなところまでのこうビジョンみたいなのがあったりされますかね。ですね、まあ、世の中の役に立つかどうかちょっと分かんないですが、それはですね、まあ、パワーポイントでもいいですし、なんか通常のデザインでもいいんですが、デザインを、まあ、配色をしますよね。このいろんな色を使ってその時の、スコアが、まあ、横に出ると、これはあんまり綺麗にだと思う人は少ないですよというようなスコアを出すということはもちろんできます。まあ、それが
いいことかどうかはちょっと置いといても、それを計算することはもちろんできます。ありがとうございます。あるいはもうインテリア、もうこれは我々すぐに思いついたんですが、部屋の配色ですね。パッと撮って、あのカーペット椅子なんとかかんとかっていうのを写真を撮って、そのスコア計算したことあるんですけど、いいホテルはいい特典なんですよ。やっぱ上手に考え、まあそんな計算してるとはもちろん思わないですが、やっぱそういうのを意識してるなっていうのは思います。はい、よろしいでしょうか。はい、あの朝日新聞の戸村と申しますが、はい、基本的なことで恐縮なんですけども、はい、中村雅之さんの字解きを教えてもらえませんでしょうか。字と書き方ですか。はい、ですね、最後に載ってたかな、あの社寺のところに中村雅之美術館って書きませんでしたっけ。正しいに正義、正義ですね。それからもう一点、はい、色相を回転させたっていうのが分かるようで、うん、多分このまま書いたら何って言われるかなと思ったんですけどこれをもう少し分かりやすく言うと何かありませんでしょうか。どう言えばいいんですか。これは本当に論文にするときにも結構言われたんですが、例えばですね、画素一個一個取ると緑色ですね、緑を全体的に例えば青っぽい色にするという変換をするんですけど、ある画素を緑から青にするときには青だったものはその反対側の赤にする、で赤だったやつはこっちにするというふうに全体同じように色相を変えるという、それで相対的な関係を維持するというやり方ですか。全体同じように色相を変えるという。そうです、あそうですね、一度にですね、フォトショップみたいなもんですね。まあそうですね、はい、で、あともう一点、じゃあ先ほどの話だったらグラフィックデザインなどだったら全然いけるわけですね。あもちろん計算することはできますし、あそれは別の実験であってポスターですね、はい、ポスターの配色も実は計算できて、ポスターの配色も基本的に同じようなパターンに何が好まれるかっていうのはあります。もちろん何度も言うようにこれで全部決まるわけじゃなくて、流行りの色だったりもいろんなことあるんですが、ベースとしては同じだというふうに思っています。ありがとうございました。よく分かりました。じゃあ最後、読売新聞の藤川と申します。ちょっと2点お願いします。まずは1点目、今の朝日新聞さんの質問のあれですが、まあ要はごめんなさい、失礼しました。回転させて色をローテーションさせると考えてよろしいですか。そうです、色をローテーションさせる、赤のところを緑に持ってきた、緑のところをこっち今度そうです持ってくるというふうに。そうわかりました。はい、それとあと2点目が、これがちょっと突飛というか、お聞きするのに躊躇するところもあるんですけど、どうぞ。これ絵画じゃなくて音楽でも同じようなことが言えるというのはどうでしょうか。ですね、それこそまさに我々は同じように研究していて、音楽の場合、これもまさしく論文審査中なんですけれども、あんまり詳しいことを言えないんですけれども、音楽の我々テンポに着目します。聞いたことがない音楽を聞いて、で作曲家ってテンポ指定しますよね。現代的なやつは昔のはないです。で指定したのに意味があるだろうと思ってたんですね。で聞いたことがないやつでテンポ好きなやつやってくださいって言ってやったんですが、全然そうならないです。だから音楽のテンポに関しては作曲家の意図したテンポがみんな好きっていうわけではないっていうのが1点目。それとは別の人間独自の内的な要因に依存する部分の方が全然大きいっていうのが出て、今まさにそれこそ、論文審査中なので、それも採択されたらまた説明しますが、音楽の場合なぜそうならないかっていうのはまだ難しいところあるんですが、音楽と単純に画家のようにこの色相を回転するみたいなことができるかどうかっていうのはいろいろ考えて、例えばクラシックだったら調整が決まって、単調って決まってたらその調整変えるとおそらく素人の人は変わったかどうか全く分かんない。カラオケでどんどんピッチ変えるぐらいですからね。ところが音楽家はいやもう気持ち悪くてダメだというので、
音楽の場合には経験的な要因が大きい可能性は十分にあると思います。今ここで確定的なことはちょっとお話できないですが、音楽の場合調を変えても独立して聴けば同じメロディーに聞こえると思うんです、ね、それはそうなんです。それはね、我々のような素人だからで、プロだと気持ち悪くてしょうがない。1音でも下がるとなんかすっごい気持ち悪い感じがするっとおっしゃってたので、だからそれはだいぶ違うかもしれないですね。わかりました、ありがとうございました、はい。はい、それでは次のトピックに参らせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ベシニの項目、大学発ベンチャー合同会社オプトテック、証明でより明るい世界へについて会見いたします。学長よろしくお願いいたします。はい、合同会社オプトテックを、国立大学法人豊橋技術科学大学における研究開発の成果および実証試験などで得た知見を生かした大学発ベンチャー企業として認定し、大学発ベンチャー企業の称号を授与いたしました。今回5例目となります。オプトテックはオプトテック社の詳細について、藤井さんから説明します。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに自己紹介の方をさせてください。藤井と申します。高専から技術科学大学に編入して、本校のプログラムではあるダブルディグリーという形で東フィンランド大学の大学院と豊橋技術科学大学の大学院を、修了しました。でちょっと隣にいる中内先生の研究室でやっていたこともあってちょっと今日は緊張してるんですけど、大学大学院では明るさ色が人の脳でどのように処理されているかということについて研究していました。で大工の祖父と小さい頃はよく過ごしていたのでものづくりが大好きで、大学院時代に IT ベンチャーで、インターンしているときに自分のこの色の処理であったり明るさってところが役立つことを知って、企業を決意しました。本日はよろしくお願いします。弊社の技術を簡単に説明させていただきたいんですけど、こういう技術になってまして、今なかなか見えないと思うんですけど、光の形や照明を調整することによってコントラストの差を開いてあげることによって見にくいものを見えやすくするということを技術として提供しています。で照明環境をいじることによって見えないものが見えるようになると考えていますので、この照明を使って従来では課題解決のできなかったものを課題解決をして明るい世界を作っていきたいなと思って活動しています。でどのような領域にこれらを応用するかといいますと、不良品検査、異物混入の自動化というところを考えています。で初めに現状、異物混入や不良品検査の現状を説明させていただきたいんですけど、なかなかAI による自動化は行えておらず、人が行っている現状になります。で、弊社がコンサルティングという形で入らさせていただいた豊橋の自動車部品会社の例になっているんですけど、工場の品質検査に2グループ、1グループ6人で、合計16時間、だいたい年間3500万円ほど人件費で品質検査のために使っているという現状になります。で、これらの3500万円というお金を、品質改良であったり品質保持に使っていただくことでより良い日本の製品が出来上がるのではないかなと思っています。では現状なんですけど、どのように品質検査を自動化していくかっていう手順について説明させていただきたいんですけど、はい、現状はこの AI 人間で言われるところの脳ですねっていうものを作って、自動で分類をしています。で手順としましては、まずは写真撮像を行うというところになります。検査したい対象物をカメラで撮像してこの AI 人間の脳に入力してあげます。で AI が考え不良品か良品かということを分類します。で撮像結果によってどのように写真の結果、が異なるかというのを次のスライドで説明したいんですけど、まずここの SD カードの先っぽを、撮像した例になるんですけど、左側が従来照明で右側が弊社照明で撮像したものなんですけど、ちょっとスライドだと見づらいんで手元の資料を見ていただきたいんですけど、左側の右側ですね、右側の端子部分には傷が映ってないものを弊社の環境に開発した照明では傷を映すということが可能になります。
カメラの設定は変えずに照明を変えるだけでこれほど傷が映るか映らないかというところが変わってきます。でまたこれは産学連携で、豊橋技術科学大学の先生と東京慈恵医科大学の先生と共同研究をさせていただいた例になるんですけど、液体コロナの検査試薬の液体の先っぽ液体の色によって陽性か陰性か判断をするっていう課題がありました。ただ通常抗原価ですと陽性と陰性の色がかなり近い色になってまして、機械学習、AI を使って分類した際になかなかきれいに分類できない精度も 70% 以下という現状でした。ただ右側見ていただく弊社で開発した照明を使用しますと、陽性と陰性の色をきれいに切り分けることができていて同じ AI を使っても精度は 99% 以上に上げることができました。なので従来抗原を使うときと比べて 30% 以上向上させることができました。あ、すみません、これ全部飛ばしていただいて申し訳ないです。はい、こういう形で分類できていて、はい、30% 以上向上することができました。なので照明条件によって入力画像撮像できる結果が大きく異なることが伝わったかと思います。ただなんですけど、撮像環境の構築にはかなりのノウハウが必要になってきます。で現状なんですけど、この照明っていうものを提供している照明屋さんはなかなか AI についてのノウハウがありません。なのですごい簡単な照明を提供しているため、この AI 会社さんの方は今度は照明のノウハウがない、ソフトウェアが得意な若い世代が多いのでハードウェアっていうところがなかなか難しいというところで、この照明屋さんが提供している簡単な単機能照明のみを用いて頑張って良い環境を作って機械学習で分類をしているっていう形になります。なので弊社としましては、このなかなか傷が写ってない画像をこの AI 会社さんが頑張って、傷が写ってないものを頑張って AI で分類をする、でなかなかわからないものに対してこのメガネをかけてあげてより良い画像、傷がより映っている環境を作ってあげて、AI 従来の AI でも簡単に不良品だと分類できるような、活動を行っています。なので弊社としましては照明なんですけど AI が見えないものを見やすくするようなメガネを作っているような会社です。いつも説明させていただいています。でまた課題感の2つ目としましては、この外観検査で AI を作っている会社さんっていうのは、カメラはカメラ屋さんから、照明は照明屋さんから、で物を運ぶモーターはモーター屋さんから独自で取り入れて、AI 会社さんが構築しています。ここに対してやはり AI 屋さんなのでソフトウェアの開発がかなり得意なので、このモーターの制御であったり、照明をどのように構築するか、あとカメラはどのようなカメラがいいのかっていう選定にかなり時間がかかっていまして、本来であれば AI を開発するってところに強き重きを置きたいんですけど、なかなか置けてないのが日本の現状になっていて、なので自分としてはこの間に立って弊社でカメラの選定、照明からあと機械のところを取り入れて、弊社で開発したものを AI 外観検査、 AI 外観検査の企業に納めるという活動も行っております。で弊社で開発している照明について簡単に説明させていただきたいんですけど、左上にありますのが、概要っていうか機構の概要になっていて、一つの照明の中に、従来で言われる単機能照明というところを複数台入れて、1台のカメラで簡単にさまざまな露光、光を当てる条件を、作れるようにしています。でちょっといろいろ書かさせていただいてるんですけど、ちょっとまとめますと、知識の少ない人でもめちゃくちゃ簡単に使いやすい。なので AI を特化したい人たちが簡単に適切な撮像環境、写真を撮る環境を作れるような、照明を提供しています。でどのように映り方が変わるかっていうのを次のスライドで説明させていただきたいんですけど、はい、これは光の強さは変えずに当てる角度だけ変えてる写真になってまして、この同軸って言われるものが対象物に対して90度の光を当てています。500円玉をイメージしてもらえると分かるかと思うんですが、平らな面の光がより多く返ってきているので白色くに映っています。その右側速報照明と言われるものは横から当てる光なんですけども、平らな面の光は全く返ってこないため黒色に映っています。でその間ぐらいの高角度照明と言われるもので、大体同軸と速報照明の間ぐらいの撮像になっています。
で従来であればこれらの光っていうのを組み合わせながら傷が映るところを構築しながら探すっていうのが AI 外観検査さんが行っているものなんですが、弊社の照明を使うことによって簡単に適切な環境を見つけることができます。はい、次のスライドお願いします。で映り方の例になるんですが、左側が従来光源、右側が弊社の照明になるんですが、従来外観検査を行っている企業さんっていうのは写真撮像を行った後にソフトウェア的に画像処理をして綺麗な写真を作っていました。弊社の場合ですと写真を撮る段階で、左のような縦ラインが入ってしまうような、押し出し加工で作るような金属であっても、右側、弊社の照明を撮ると極力縦ラインが少なく、撮像することができたり、はい、次のスライドお願いします。このようなネジなど対象物をより明るく撮ることができますので、ハイパワーな照明になりますので、明るく撮ることができて、明るく撮ることによってピントが合いやすいなどの問題があるんですけど、そういうのも解決できます。でまたネジなども、これもネジの例になるんですけど、スキャナーのようなカメラを想像していただいたらイメージしやすいかと思うんですけど、1ラインずつ撮った後にソフトウェア的に1枚の写真にする。でネジを回転させながら撮るとこのような写真が撮れるんですけど、どちらも綺麗に写真が撮れているなというイメージを与えれるかなと思うんですけど、実は光の成分が、左側ですね、通常光源下では足りてなくて、はい、左下を見ていただくと、グレーの中にグレーのへこみがあるとなかなか分かりづらいんですけど、右側弊社の照明に撮ったものは黒色の中に、グレーの、へこみが、見えるかと思います。このような形で光っていうのは、ピントが合う写真っていうのはピントが合うだけではなくて、この光を調節することによって色の、撮像できる色っていうところが変わってきます。なので弊社の照明としてはそういった適切な環境を簡単に作れるような照明を提供しています。ちょっと市場規模などについてちょっとベンチャー企業なので説明させていただきたいんですけど、はい、だいたいこの画像処理システムっていうのがだいたい1兆3000億円ほどあると言われています。で、その中には画像処理システム、いわゆる AI ですね、であったりカメラのレンズであったり照明があったりします。で弊社は照明の会社でして、照明の中にもたくさんあるんですけど、水銀であったり、はい、その中でも LED ってものに特化してまして、画像処理用の LED 照明というところだけに特化したものになるんですけど、これら、ちょっと出典を書いてないんですけど、はい、これらがだいたい昨年度3350億円ほどあると言われています。なので、ここの市場を取りに行きたいと、はい、考えて活動しています。はい、で販売体制についてなんですけど、このような形で行っていて、今年度より一応中内先生の研究室共同研究ということも考えてまして、これから、はい、行っていこうと思っています。で売り先としましては、工場、製造品ですね、製造、ものを作っている工場での物品検査をしている会社さんに直接卸すことも考えれるんですが、弊社としましてはこの外観 AI 検査、AI で外観検査を行っているような企業、または FAO、ファクトリーオートメーションの、カメラ商社というところをまずはターゲットとして、活動を行っていきたいなと考えています。で、はい、でメンバーとしましては、技科大の、ロボコン部ですねの方とハードを一緒に作成してたり、ロボコン部を卒業した学生だったり、高専でロボコンをやってたような学生と一緒に行っています。大体、はい、お願いします。このような形で行っています。そうですね、品質検査業界に長くいた人に意見をいただきながらっていうところもありますし、豊橋技術科学大学で頑張っていきたいなと思っています。はい、で照明で、世界をより明るくしていきたいなと思って活動しています。現在はこの品質検査用の照明だけに限らず殺菌用照明など、従来にないようなものを作っていけたらいいなと思って活動しています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では本件についてご質問ある方、挙手にてお願いいたします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。この製品の現物って今もうすでにあるものは、はい、今5回改良しまして、はい、でなんかその写真とか、なん現物の写真とか申し訳ありません。はい、これ仕組みはなんかここに書いてあるんだけど、
製品の写真、はい、はい、あります。実物を見ることは可能ですか？あ、はい、ただ、今持ってきてないので、ちょっとまた終わってからの提出になるという方でもよろしいですか？大変恐縮です。はい、他ございませんでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、それでは次のトピックに行かさせていただきます。はい、資料別紙3の項目ですね、ダイバーシティ推進センターからの活動報告ということで、ダイバーシティ推進センターの設置、女子学生との活動、講演会と研修会について会見いたします。学長よろしくお願いいたします。労働参加の推進室を設置し、2016年4月に男女共同参画推進本部、2020年4月からはダイバーシティ推進本部に組織名を変更し活動をし、本年度からダイバーシティ推進センターとして、活動いたします。詳細についてはセンター長の中野教授より説明いたします。よろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございます。中野でございます。ダイバーシティ推進センターのまずですね、今日はセンター設置についてのお話と、これまでですね、女子学生との活動をやってまいりましたので、昨年度の、報告と今年度の報告、ま、予定ですね、予定のご報告、そして講演会研修会についてお話をさせていただきたいと思います。次のスライドお願いします。センターとしてですね、発展的に活動するということで、実はですね、概算要求に採択をされまして、我々ダイバーシティと工学の視点を持った新しい地や価値の創出を先導しうる先進的な技術者研究者の人材育成ということで、申請書を書きまして、だいぶ文科省から支援をいただいて、ダイバーシティ推進センターという形で、下の方に部屋の、状態を書かせていただいているんですけれども、今年度はですね、専任教職員の配置を準備しているところで、4月1日からソーシャルワーカーの先生が着任されましたので、集えるバーとして相談日または定期ミーティングという形で、発展的にこれまでできなかった領域にも、精力的に進めたい、それから地域とのネットワークですね、女子学生ネットワークなどの強化、そしてセミナー、人材育成についても人事と、協力をしながら進めてまいりたいと思います。次のページお願いします。で、今年度ですね、制度が少し法律的に改正されておりますので、さらにですね、我々独自の制度も交えて、今手元にお配りさせていただいております冊子ですね、これは我々本学の冊子で、どういう制度があるかという冊子をお配りさせていただいていると、手元に配ってないな、ありますよね。そういうのもあって、ちょうど10月から産後パパ育休新設っていうのもあって、男性が育休を取りやすい環境、法律的にもなってまいりました。本学はですね、すでに 13.3% というですね、国の目標値をクリアしているわけでありますけれども、さらに男性も育児休暇を取って、優しい職場ですね、働きやすい職場にしていきたいと思っております。次のページをお願いいたします。で、女子学生との活動についてご報告を申し上げます。で、我々女子学生特別支援制度、次のページをお願いします。特別支援制度というのが今年度で4年目で、継続が決まっております。で、昨年度はですね、2月1日にそれもお手元に配布してありますけれども、多様性の理解ということで、今ですね、ちょうどオリンピックで多様性というのが話題になりました。多様性とは何ぞやという学生さんからの問い合わせも多くありましたので、多様な働き方、多様な文化、多様な性、多様な生き方価値観というのをですね、学内の方にご執筆いただきまして、作成し学内外に配布をしたところでございます。で、次のページをお願いいたします。我々は定期的に女子学生とミーティングをしながら、昨年度ウェブアンケートを8月から9月の1ヶ月をかけて行いました。それはですね、ジェンダーギャップ
が若い学生がどのぐらい持っているかっていうのを知りたいという、まあ、ある女子学生からの発案でございました。で、まあそれを解消するために、みんなで意見交換会をやろうじゃないかということで11月にですね90分かけて意見交換会を行う。これも学内外の方にお越しいただいて100名を超える方ですね、参加者によって非常に盛り上がったわけでございます。次のページをお願いいたします。少し詳細をお話ししますけれども、ジェンダーバランスとアンバランスというタイトルで行いました。こういうポスターなんかも女子学生さんがポスターを書いてくださって、今ですね我々のホームページの中にこの動画がアップされていますのでいつでも見ることができます。もしご興味がありましたら見てください。我々ですねジェンダーバランスとアンバランス、なぜこういうのが学生の意識の中でも起こるのかというのに着目をしてやっております。で、まあ、下の方にちょっと書いてますけれども今年度は自分らしく生きるというのをテーマにしたいなと思っています。まあ、男らしく女らしくにとらわれないで工学部女のくせに行くのみたいな時代はもう終わっているんじゃないかと思うんですけれども、そういうのをテーマに今年はですねやりたいなと思っています。少しですね学生さんのデータほんのちょっとトピックスを お伝えしたいと思います。次のページお願いします。まずですね面白いなと思うのが STEM 分野で女性の割合を増やす取り組みって必要だと思いますかという問いに対して男子学生が57必要ですよって言ってるんですね。で女子学生は 73% それは必要でしょう、ここに開きがあるっていうわけですね。で面白いのは男子学生の3割がわからないと答えている。つまりですね何のイベントこれまでのイベントの中でそういうのを感じたことがなく来てしまったのでわからないと答える。で次のページお願いします。でじゃあSTEM 分野で女性と男性に資質とか能力に差がありますかという問いに対して男性も7割女性も8割がいや差はないんじゃないのと答えているので、これに対して男女差がないというのはあよかったなと私の中で思っているわけですね。次のページを、ね、お願いします。でしかしながらですよ、しかしながら進路によって差が出ると思いますかという問いを投げかけると男性が 36% に差が出るんじゃないのと、女性に至っては 65% がそれは差があるでしょうと答えるわけですね。でここでも面白いのは男子学生の 36% がわからないと答えるんですね。これは今まで感じたこともないし経験したこともないしそういうのに出会ったこともないからわからない、でわからないまま社会に出てわからないまま管理職になっていくのは良くないなと。それで話を元に戻しますけど、やっぱりダイバーシティと工学の両方の知識を持ったですねバランスの取れたそういう人材を輩出できたらいいなと思って、まあ、申請書を書かせていただいたというのがあります。で今年度はですねそういうので継続して昨年の復習も踏まえてもう一度話を元に戻しますけど自分らしくっていうのでイベントをやらせていただきたいなと思うので、またですねいろんなところ高専機構とかいろんな方にお声をかけてさらに最初から男子学生にも積極的に参加していただいてまた盛り上がったイベントにしたいなと思っております。次のページお願いします。で講習会研修会はこれ昨年度の事例を挙げて今年度の計画をお話しします。次のページお願いします。で昨年度ですねジェンダードイノベーションズというので講演会をしました。これは申請書の中にも出てまいりますけれどもジェンダードイノベーションという研究権威ができる教授の方にお越しいただきたいというのとジェンダードイノベーションというキーワードをこの大学に普及して我々が先陣切って工学的領域で進めたいと思っているからであります。でもう一つは若手の外国の教員の方からやはり尊敬語丁寧語がなかなかうまく使えないのでそういう日本語の講座っていうのを開いてくれないかっていう意見が出ましたので相手に伝わるプレゼン力と正しい日本語ということでやりました。これもですね4月いっぱいは閲覧をすることができます。また非常に好評だったので今年度もやりたいなと思っていますのでホームページをご覧いただければ今4月の間は見ることができるようになっています。で次のページをお願いします。で毎年でありますけれどもテーマを決めて学長と懇談会を開いてまいりました。そしてですね PDCA サイクルを回して必ず意見を反映させ
せるという形を取ってまいりましたので、今年度もですね、学長先生と懇談会を、またですね、ミニ懇談会という形で、センターの中で開こうと思っています。でみんながですね、孤立しないで意見を言って、そして反映させるシステムっていうのを作っていきたいなと思います。最後のページであります。より働きやすく学びやすい職場環境のために、学内の意識や風土改革のための活動をしてまいります。でダイバーシティ推進のためには、地域他大学との連携をしながら、これからも積極的に活動を行いたいと思っております。それから最後に、見える化ですね、見える化を行って、我々がですね、情報発信基地となれるように頑張りたいなと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、本件についてご質問等ある方は挙手でお願いいたします。いかがでしょうかね。よろしいでしょうか。はい、それでは次のトピックに移らせていただきます。本日最後のトピックになります。資料別紙4の項目ですね、人を育て未来を開く2022年度の社会人向け実践教育プログラム、産業技術科学分野の講座および地域社会基盤分野の講座について関係いたします。学長よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日は個人の先生の研究が2つと、それからうちが取り組んでいる社会活動というのを2件で、2件目でございます。本学社会連携推進センターでは、2016年度より高度技術者育成を進める社会人向けの実践教育プログラムを開講してまいりました。本年度の2022年度講座の詳細について、センター長の加藤教授より説明いたします。加藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。社会連携推進センターセンター長の加藤です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本学は、本学の研究成果や、技術等を広く活用しまして、社会が抱える課題、その解決、またそれを実施実現できるような人材の育成に努めることによって、地域社会の活性化に貢献するということを目指しております。でそのために、社会連携推進センターでは、ここに示しましたような、各種の活動を行っております。でその中の一つとしまして、このスライドですと真ん中に書いておりますけれども、社会人向けの実践教育プログラムというものを実施しております。今年度も実施させていただきますので、今回そのご案内をさせていただきたいと思っております。次のスライドをお願いいたします。はい、この今の社会人向け実践教育プログラムというのは、大きく分けて2つのカテゴリーがございますが、これらの各講座というものは、まず本学の教育や研究のシーズ、我々の持っている知識等を活用しまして、でそれに対しまして、産業界や地域からのニーズに対応するというものを目的として、編成、講座を編成開発しております。で具体的には、その下にありますように、産業技術科学分野というものがありますと、地域社会基盤、すみません、地域社会基盤分野というこの2つのカテゴリーで構成しております。産業技術科学分野に関しましては、主に、先端ものづくりや、企業といった産業イノベーションの人材の育成を目指した講座として構成しております。でもう一方の、地域社会基盤分野の講座に関しましては、農業や防災といった地域の課題解決に資するような地域イノベーション人材の育成というものを目指した講座で構成されておりまして、この農業や防災に関するこの講座に関しましては、開講期間、受講期間が1年以上、1年半にも及ぶような、長期の講座というものも、準備させていただいております。でこれら内容を聞きますと、まるで企業の技術者の方とか、例えば農業関係の専門の方というものを対象にしているように捉えられるかもしれませんけれども、一般の市民の方にも利用していただけるような内容になっております。次のスライドをこちらは、今お話ししました産業技術科学分野の今年度開講させていただく講座の一覧となっております。いろいろちょっとありますので、詳細はお配りしておりますパンフレットの方をご確認いただきたいと思いますけれども、今年度11プログラムを、実施させていただきます。その中で、新規のものが2件ございます。1つは、機械加工実習講座ということで、旋盤に関するものを1つと、
あと、まあ、アントレプレナーシップの基礎応用講座といった、まあ、企業を目指す方へのそういった講座というものを新たに新設しております。次お願いいたします。はい、こちらは、社会基盤地域社会基盤分野の、講座の一覧になっております。まあ、昨年度とこちらが同様で5件というのを予定しておりますが、そのうち、ここに BP と書きました、文部科学省の職業実践力育成プログラムといったものに認定されたプログラムが4件ございます。でこの一部の、4件ある中の、まあ、一部になりますけれども、あるものに関しまして、それらの中の、2つほどに関しましては、厚生労働省の、教育訓練給付制度といったものも活用させていただきまして、その認定を受けておりまして、まあ、受講いただける、個人の方、受講者の方、もしくはそこに派遣をしていただける事業者の方に、の費用面での、まあ、経済的な支援というのもできるような形になっておりますので、ぜひそういったところも踏まえて、ご検討いただければというふうに思っております。で今申しましたこの、地域社会基盤分野とこの前の一つ前の産業技術科学分野と、全てで16件ありますけれども、全ての講座というのは、まあ昨今のやっぱ 社会環境ということで、まあ、十分にコロナへの対応ということを対策というのを実施しております。まあ、具体的には今までの人数を少し減らすことによって少人数で実施するとか、あと、まあ、オンラインがかなり広く活用されるようになりましたので、対面とオンラインをうまく合わせた、まあ、ハイブリッドでとかいうこともあって、遠方の方にも参加していただけるものであったりとか、そういったコロナのことを心配せずに受けていただけるような、まあ、受講者の方への受講環境の整備っていうのにも、努めております。で、今回お配りしているパンフレットの中に現在、募集を開始しているもののパンフレットチラシを入れさせていただきました。はい、で今この、集積回路講座のものと、あとアントレプレナーシップの、講座の、募集をすでに始めております。まあ、それぞれのものに関しましてはパンフレットをご確認いただけますとありがたいんですけれども、まあ、ちょっと開催時期が様々ですので、その都度でまたこういったアナウンスをさせていただきたり、関係の部署からこう関係のところには、アナウンスをさせていただく形になると思いますが、年間を通して様々なプログラムを実施しておりますので、ぜひご興味のある方は、ご利用いただきたいなというふうに思っております。またここに、示しましたプログラム以外にも、一番最初のところには少し本センターの活動として書かせていただいたんですけども、このパンフレットのもの以外にも企業の人材育成研修等に活用できるようなということで、オーダーメイド型のプログラムというのも実施しております。まあ、これは企業様と、相談させていただきまして、従前の大学からこういったものはいかがでしょうかという、まあ出来上がったものをご提供させていただくというのではなくて、企業様の方で今の課題に対して、もしくは新人への研修で必要なものといったところを相談してプログラムの内容を考えてといった、いわゆるそういう意味でオーダーメイド型というようなプログラムも実施しておりますので、これは依頼に合わせてその内容等を検討させていただきまして、費用の面とかもご相談させていただきまして実施しておりますので、興味ある、お興味いただければぜひ一度大学の方にお気軽にご連絡、問い合わせいただけるとありがたいなというふうに思っております。こういった社会人向けの、まあ、人材育成プログラムというものを社会連携推進センター、まあ、本学が実施しておりますので、これからも、まあ、皆様からのご意見やご要望等を取り入れてプログラムの改善、まあ、充実というのに努めていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。では本件についてご質問ある方、挙手にてお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。その他全体的にご質問ある方いらっしゃいましたらどうぞ。はい、それではですね、本日最後になりますけれども、最後に学長からですね、一言お願いいたします。はい、皆様お忙しながらわざわざ来ていただきましてありがとうございます。もう毎年、非常にありがたく思っております。で今年度も今日は1回目でございますけれども、どうもありがとうございました。特に3月の末は卒業式で、4月の初めは入学式と行事があったんですけど、地元の新聞社の方には、こういうプレス発表以外に来ていただいて、報道していただいたにもいたしまし、していただきまして誠にありがとうございました。
我々としてはプレス発表の時にいろいろトピックをやりますけど、それ以外でも何かご希望があれば言っていただければやりたいと。で、最近記者懇談会をちょっとやってなかったんで、もしご希望があればですね、私、研究所から共同研究講座が4つ、リサーチセンターとかですね、で皆さんまあご存知かもしれないけど、飛沫症のシミュレーションとかね、それから弱いロボットとか、半導体関係とかいろいろございます、私一緒に案内させてもらいますので、また事務局と相談していただいて日を決めましてですね、させていただきたいと思いますので、またちょっとぜひ一途中交流してください。それから、今またいろんなニュースが本学としては生まれつつありまして、今言えませんけど、また5月6月には、皆さんにとって興味あるやつを発信していきたいと思いますので、何卒よろしく、広報の方宣伝していただけると、我々も分かりやすく説明させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではですね、本日の定例記者会見はですね、これで終了なんですけども、事務局から1点だけアナウンスメントさせていただきたいと思います。資料のですね、別紙5をご覧になっていただきますとですね、本年度の会見予定ということでですね、日時をお配りさせていただいております。記者会見はですね、本日もそうですけども、新型コロナウイルス感染防止対策をとって開催いたします。場合によってはですね、オンラインの開催となることをご了承くださいませ。それから開催日に近づきましたらですね、担当よりご案内いたします。一つ今年度もよろしくお願いいたします。以上をもちまして令和4年度第1回定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。